ゆるきよしゆきは、フラワーデザイナー。岡山県笠岡市出身。実家は、花屋で、そこの長男として誕生。大学卒業後、専門学校に通い、フラワーアートを学ぶ。その後、スウェーデンとヨーロッパ各国で腕を磨く。帰国後は、出身地の笠岡市の生花店、フローリスト1万に所属し、そこを拠点に置いている。日本スケート連盟の依頼で、 フィギュアスケートの大会で選手に贈るメダリストブーケ作りを始める。2014年現在では NHK 杯国際フィギュアスケート競技大会など日本国内で開かれる多くの国際大会でブーケ作りを担当している。その他、高校時代の先輩からブーケ作りを頼まれたことがきっかけで地元産の野菜を使ったブーケを作ることを思いつく。 その野菜ブーケが町おこしに役立つかもしれないと考え、食育の一環として、笠岡市内の子どもたちを対象に野菜ブーケ作りを教え始める。それらの功績により、2013年に若手経営者を検証する岡山アワードを受賞した。同年、ブーケの達人による岡山県の中小企業経営革新制度の承認を受ける。 2014年第3回キラリ輝く岡山小売店大賞受賞。また月刊プラザ岡山による21世紀岡山の100人にも選出される。近年では苔にも注目し、自称苔アーティストとしても活動。苔については以前より形成のしやすさなどから作品に取り入れていたとのこと。その後笑いを狙おうと、 車体に乾燥苔を貼り付けた車を作るなどをしている。他にも、自称、笑いたいアーティストとして、苔や花で作ったネクタイという作品もある。ありがとうございます。